さーてと、ちょっとは頑張りますか。許さねえ。俺の仲間を傷つける奴は絶対に許さねえぞ。今さら己程度が出てきたところで何ができる。うせろ。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても大の回復の時間稼ぎくらい。待て、アバン先生みたいにか。一回も使ったことねえけど、やるしかねえ。はっ、てやっ、はっ、ふキャナルコ、燃えろ、燃え尽きろ。なんということだ。決めてやるぜ。すんなよダイ、俺はもう逃げないぜ。そうさ、お前はこんなのを何発も食らいながら戦い続けてきたんだもんな。一発や二発食らったぐらいでおねんねしてられねえよな。こうなったら命を捨ててやるだけやってやら。アバン先生みたいに相打ちとまではいかなくても大の回復の時間稼ぎくらい。待てよ、アバン先生みたいにか。一回も使ったことねえけど、やるしかねえ。さっさと消えてしまえ小僧。所詮貴様は大と比べ物にならん小物だ。今なら見逃してやらんでもないぞ。ふざけんな。誰が仲間を捨てて逃げるもんか。アバンの人にはそんなふぬけはいねえぜ。アバン先生、俺に勇気を与えてください。なぜそこまで耐える。杖は砕け、魔法力も尽きた貴様に一体何ができるというのだ。全部計算づくなんだよ。杖を砕いたのも魔法力を温存したのも。何？これこそ我が師アバンが得意とした伝説の呪文。邪なる威力よ、退け！魔法カトール！はて、なんじゃ？ここはどこじゃ？わしゃ一体。じいさん、あんた魔王軍に操られていたんだよ。あんたに台を襲わせようって汚ねえ作戦なんだ。いいか、絶対にその魔法陣から出ちゃダメだぞ。小僧！貴様、一体何をしたのだ。魔法カトール、魔を拒む光の魔法陣を作り出す呪文さ。先生みたいに島ごととまではいかねえけど、あのくらいのやつなら俺にだって。バカめ、今さらブラスを救ったところで何になる。見ろ、己のレベルもわきまえず大呪文を使ったおかげで
貴様はもう何もできん。ブラス爺さんさえ無事なら、ダイは思う存分戦えるんだ。てめえなんざ軽くやっつけてくれるさ。あいつは本当に強いんだ。貴様、ダイのために命を捨てる覚悟だったのか。そんなかっこいいもんじゃねえよ。仲間を見捨てて自分だけぬくぬくと生きてるなんて、死ぬよりかっこ悪いやってそう思っただけさ。こんな未熟な少年までが命を張って戦っている。それに引き換え俺は小野上の可愛さに誇りを捨て、卑劣な手段を使ってしまった。本当にこのままでいいのか。誇りを失ってまで得る勝利に価値はあるのか。いい、クロコデイン、何をしとる。早くそのガキを殺してしまわんか。勝利は目前なんじゃぞ。くだらん情けにとらわれて軍団長の座を失ってもいいのか。許せ、小僧。なんだ。クロコダイン、許さないぞ。俺のじいちゃんに悪いことをさせ、俺の仲間を傷つけた、お前を許さない。クロコダイン、許さないぞ。あの紋章は何だ。これがアドラー様を退けたダイの真の力なのか。クロコダイン、許さないぞ。俺の仲間を傷つけた。砕けろ。クロコダイン、許さないぞ。あの紋章は何だ。これがアドラー様を退けたダイの真の力なのか。クロコダイン、許さないぞ。俺の仲間を傷つけた、お前を許さない。ふっ、はあ、エラミ、ふっ。クロコダイン、許さないぞ。あの紋章は何だ。これがアドラー様を退けたダイの真の力なのか。クロコダイン、許さないぞ。俺の仲間を傷つけた、お前を許さない。はっ、ちょっ、はっ、こんだけ違い、とりゃ、砕けろ。なんということだ。
先生の技受けてみろ。すべてを込めてあいつを倒す。負けられん。俺は魔王軍の百獣魔団長クロコダイン。絶対に負けられんのだ。負けるもんか。くらえ。アカンストラッシュ。龍王の力見せてやる。一連でやっほらさ大事だ。はっ、乗れ。しまえ。バカだ。しっかりしろ。ポップ、あの大の力は何？俺にも分からねえ。きっとあれはあいつの秘めた力なんだ。あの謎の紋章と力は大の怒りに反応してるみたいなんだ。そしてあいつは今心の底から怒っている。魔王軍の汚えやり方に怒りを爆発させてるんだ。これがアドラー様を退けた大の真の力なのか。だが負けられん。ここで負けてしまったら何のために誇りを金具に捨てたのだ。今の貴様が鋼のような肉体だとしても至近距離でこれを食らえば終わりだ。俺の最大最強の技であの世へ行け。だーい。こいつを使え。ぶちかませたい。俺たちの先生のあの技を。アバン・ストラッシュか。うわ、見事な技だ。俺の負けだ。どうせ負けるなら正々堂々戦って負ければよかったよ。小僧、お前にも教えられたぞ、男の誇りの尊さをな。お前たちのような相手に敗れたのであれば全く悔いはない。むしろ誇るべきことだ。目先の勝利に走った俺はバカだった。さらばだ大。負けるなよ。勇者は常に強くあれ。うわ。クロコダイン勝ったな。
攻撃。行くぞ。よし。さあ。よく戦ってくれた。特にダイ、この度の勝利はまさにお前のおかげじゃ。もはや名実ともに勇者にふさわしい男に成長したと言えよ。晴れて今日より勇者ダイを名乗るがよい。王様、俺まだいいです。え？何言ってんだよおめえ。俺一人じゃ勝てなかった。ポップ、マーム、ゴメちゃん、それにお城のみんなが力を合わせたから勝てたんだ。俺が勇者だって言うならみんなが勇者だよ。だからせめてもう少し強くなって、みんなに迷惑かけずに戦えるようになるまで勇者なんて呼ばないでください。恥ずかしい。はい、わかった。
さらに大きな成長を期待しておるぞ。これはわしからのせめてもの贈り物じゃ。それを身につけて国民の前で見せてやってくれ。みんな国を救った英雄たちの姿を見たがっておる。頑張って人から感謝されるっていうのも悪くねえもんだ。ポップ、今日のあなたちょっぴりかっこいいわよ。イエーイ、5000円ありがとう。ダイ、聞きなさい、この歓声を。たとえお前が望まずとも、人々はお前をこう呼ぶだろう。小さな勇者ダイと。ロモス王国を救ったダイたちはロモス王から船を借り受け、パプニカへと向かった。道中で船長からパプニカのあるホルキア大陸が15年前は魔王ハドラーの拠点であったこと、そのためパプニカは最大の激戦区となり、さらに魔王軍の中で最も恐るべき不死身の軍団を送り込まれたらしいという話を聞く。レオナ、すぐ助けに行くよ。待っててくれ。もろい、もろすぎるぜ。なんで人間ってやつはこんなに弱っちい体をしてやがるんだ。最強の騎士とやらがこの程度じゃな。いただきだな、この国も。フレイザード様、ただいま悪魔の目玉より伝令がありました。全軍団長は祈願城に集結せよとのことです。全員集結だと？一体何事だ。何でも新たな勇者の少年が誕生し、クロコダイン様を撃ったとか。クロコダインが？そうか、非常事態ってわけだな。わかった、俺は祈願城に帰還する。お前らはこの国の後始末をしておけ。村を焼き払い、生き残った人間は氷漬けにしてしまえ。人間どもの痕跡は家も畑も家畜さえも一切残すんじゃねえぞ。いいな。はい。フレイザード、相変わらず早いな。魔王軍の切り込み隊長と言われるだけのことはある。クロコダインがやられたんだってな。情けねえ野郎だぜ。ガキにやられちまうなんざ。いやいや、そのダイという小僧、なかなか恐ろしい相手なんじゃよ。このわしが必勝の策を授けていたにもかかわらずの敗北じゃからな。蘇生液に使っとるが、まあ生き返る可能性は五分五分じゃな。この傷をつけた奴が本当にまだガキだとしたら、そいつはとんでもない化け物だぜ。どんな怪力の持ち主であろうとも、クロコダインの鋼鉄の肉体をここまで破壊することはできねえはずだ。つまり物理を超えた力の持ち主。同感だな。新たな勇者はかなりの資質を持っているようだ。バラン、あんたにも同情するぜ。臨害や攻略に向かったと思ったら、すぐさま召集がかかって U ターンだもんな。いらぬ心配だ。リンガイア王国はもう潰してきた。なんとハドラー殿がレフトショルダーのまで待っているそうだ。急げよ。愛も変わらぬ鬼神のごとき強さじゃな。遠路はるばるご苦労。あとはミストバーンとヒュンケルか。緊急招集に遅れてくるとは不貞奴らだな。
フレイザードよ。ミストバーンなら、それ、お前の横にもう座っているではないか。いつの間に、うん、残るはヒュンケルだな。それがな、諸君には申し訳ないことになってしまった。俺は全軍団力を集結させ、新たな勇者ダイを叩くつもりだった。だが、大魔王バーン様が直接命令を奥出しになって、大抹殺の勅命をヒュンケルに与えてしまったのだ。これが風光明媚な場所で名高いパプニカの港町か。船長、ここは危ない。俺たちを降ろしたらすぐ港を離れてください。おい待てよダイ。無事でいてくれレオナ。レオナー。そんなダイ。ひでえ、こりゃ生き残りは。うわあ！骸骨！こいつらね、不死身の軍団って。こいつらがこの国を。落ち着けたい。どう見たって多勢に無勢だぞ。しょうがねえ、やるしかねえみてえだな。今の立ち筋はアバン流刀殺法第一斬。え、それじゃあの人もアバンの人なの？助けてくれてありがとう。あなたもアバン先生に教えてもらったんでしょ？実は俺たちも。そうか、やはりお前たちがアバンの。確かに俺はアバンから剣を教わった。いわゆるアバンの弟子という呼び方をするなら、俺はその最初の一人ということになる。なんてすげえ剣だ。こんな物々しくて不気味な剣は初めて見るぜ。なんかこう異様な殺気がみなぎってやがる。この野郎本当に味方なのか。ねえ、この国は一体どうしたの？魔王軍の不思議団によって2日前に滅ぼされた。不思議団？さっきの骸骨たちね。レオナはこの国の姫はどうなったか知りませんか？さあな、それは俺が知りたいぐらいだ。レオナ。でもあなたに会えたことは不幸中の幸いだったわ。これから私たちと一緒に戦いましょう。ちょっと待った。やっぱりどうにもうさんくさいぜ。何言ってるのよポップ。そうだよ、先生の弟子でなけりゃ第一山を使えるわけないじゃないか。アバンの弟子なら俺たちと同じアバンの印を持っているはずだ。アバンの印か。本当に持ってた。ほら見なさい、今は一人でも味方が欲しいとこだったんだ。お願いします、俺たちと一緒に戦ってください。何がおかしいの？お前たちの頭の中があまりにおめでたいんで笑わずにはいられなかったのさ。全力で行くぞ。さあ行く。全力で行くぞ。ここだ！燃えろ！燃え
行くぞ。凍りつけ。どういうことなんだこれは。だから言ったろ、悪者なんだよやっぱし。でもアバンの印が。大方偽物かなんかだよ。偽物ではない。アバンに教えを授かった者すべてがアバンを尊敬し正義を愛する者ではないということよ。中には暴力を愛しその身を魔の道に染めた者もいる。正義の非力さに失望してな。俺はヒュンケル、魔王軍六団長の一人、不思議団長ヒュンケルだ。そんな、先生の弟子が魔王軍の軍団長だなんて。待ってヒュンケル、あなた知ってるの？先生は、アバン先生は殺されたのよ、魔王軍に。ああ、知っているとも。ハドラーにやられたんだってな。さすがにがっくりきたよ。まさか一度倒した相手にやられちまうとはな。弟子作りなんぞにうつつを抜かして自らの修行を怠った証拠だ。俺のこの手で引導を渡してやろうと思ったのに全く口惜しいわ。その代わりにもならんが、大魔王バーン様に弟子どもの始末を申し出てみれば、お前たちのような無力な輩が相手とは拍子抜けもいいところだ。これ以上先生をバカにするな。そんなことを言うやつは絶対許せない。